素直に嬉しかったです。こんだけの人たちが見てくれてるんだで、素直にすごい感動したのを覚えてますね。安堵っていうかほっとしたっていうか、ここで決まるっていう緊張がすごくて、はっっていうのが多くて、やっとじわじわ、あ、受かったんだっていうのがやってきました。日が実技でしたよね。3人いたじゃないですか、見てくださった方が。やりやすい環境で芝居をさせていただいたんで、緊張せずやれました。やりきったっていうのが大きかったですね。自分の持ってるものを出すしかないっていうのがあったので、まあ、やりたいようにやれたかなって思います。ドシッとしてらっしゃるので、なんか何しても受け止めて面白いもの作れるんじゃないかなって思います。お芝居は見たことあるんですよ、佐藤さんの。何でもできそうな雰囲気なので、そういう人と芝居した時どういうものが生まれるんだろうっていうのはすごい楽しみです。この映画祭自体がまず今回で2回目、2回目で僕がこう皆さんと出会えて関わることができて、何か絶対ご縁があってのことだと思うので、いい作品にしたいなってのはあります。映画祭に最初から関われる機会ってなかなか俳優だとないと思うので、作品だけじゃなくて映画祭自体を作り上げるみたいなのは、私が力になれることは精一杯やりたいなって思います。